水戸事件、宇都宮監禁殺人事件と上告書殺人事件。あの映画、凶悪の元ネタになってる大事件です。凶悪とはね、あのピエール瀧さん、リリー・フランキーさん、山田孝之さん出てる本当にね素晴らしい映画なんですけどね、こういった事件ものの映画ではね、その事件のお話をしていきたいと思います。犯人後藤良二、死刑囚、事件当時42歳。事件当時が2007年7月30日から8月20日。罪状は強盗致死、殺人、強盗殺人未遂、現住建造物等放火未遂、覚醒剤取締法違反、自己使用所持ですね、銃砲刀剣類所持取締法違反、過重所持、逮捕監禁、公務執行妨害、窃盗事件。事件その1が、暴力団組長後藤良二は水戸市内で知人である茨城県在住の人材斡旋業の男性33歳の暴力団との揉め事の仲裁を相談された。男性の態度が日頃から目につき、自分が利用されていると考えるようになり、真相を白状させる目的で逮捕監禁したが、事故の非を認める姿勢を示さなかったことなどから対面を傷つけられたと激怒。2000年7月30日未明、元暴力団員と共謀し乗用車に監禁。1時間後、両手両足を縛ったまま橋の上から15メートルも下の川へ投げ落として殺害したというのがまず一つですね。次が事件2。1の事件から3週間後の8月20日、宇都宮市内の元自動車販売業の知人男性37歳が不義理を働いたと憤慨。不義理っていうのはこの場合、約束を破ったとか騙したとかということですかね。後藤は数人の共犯者とともに、知人男性とその友人24歳女性、その他2人、男性37歳と女性31歳を被害者男性宅へ呼び出し、揉め事の収拾として金品強奪の目的で拳銃を突きつけ、高濃度の覚醒剤水溶液を注射、暴行、脅迫を加えた。女性24歳が急性薬物中毒により死亡、他の3人も殺害するしかないと、全員の手足を縛り灯油をまいて放火、頭部をハサミで突き刺して逃走。この間2人から金品を強奪した。被害者の1人が自力で逃げ出し、消火、殺害と放火は目的を遂げられなかった。この内容を聞いてるともうむちゃくちゃでございますね。この方が生き残っていたからこそこの全貌が見えてきたっていうこともありますが、裁判に行きます。第1審2003年2月24日、宇都宮地裁死刑判決。控訴審2004年7月6日、東京高裁控訴棄却、死刑判決指示。上告審2007年9月28日、最高裁上告棄却、死刑確定。現在刑はまだ執行されていないです。後藤の生い立ちについて、後藤死刑囚は少年時代から何度も逮捕されている。14歳で窃盗暴力行為で初めて初等少年院に入り、17歳で中等少年院、19歳で特別少年院に収監。16歳の時には某広域暴力団幹部と知り合い、暴力団員となっている。その後も窃盗、器物損壊、住居侵入、恐喝、銃刀法違反など様々な罪で何度も刑務所に収監されている。35歳で一度は自らの組を持ったが、再び刑務所に入り、仮出所後組の再興ができなかった。後藤死刑囚を語る上で避けては通れないのは、上申書殺人事件と呼ばれる。殺人2件と死体遺棄1件に関与したという上申書を提出したこと。上申書っていうのは、私はこういうことしましたよ。普通はね、こんな殺人事件の暴露ではないんですよ。反省してますとか、こういう気持ちだったんです、こういう背景があったんですっていうようなことが多いんですけどもね。それは殺人事件として把握されてない事件だったんですね。この後藤死刑囚が書いた上申書というのは、事件名としては石岡焼却事件、北茨城市生き埋め事件、日立市ウォッカ事件、そしてそれらの事件には水戸の先生と呼ばれる首謀者がいたということです。首謀者の名前は三上静夫。他にも共犯者がおり、告発をしており、それは後藤死刑囚の舎弟や日立市ウォッカ事件の被害者遺族であり、唯一立件されたのは日立市ウォッカ事件の被害者遺族であり、後に逮捕されているということなんです。石岡焼却事件、三上が絞殺した男性の遺体を後藤が手伝って焼却炉で焼いた死体遺棄事件、絞殺されたのは60代男性、三上との金銭トラブルが原因で殺害されたとされる。遺体が
残っていなかったこととフルネームがわからなかったことからこの事件は立件されていない。北茨城市生き埋め事件、三上の指示で後藤とその仲間が当時70代の資産家男性を水戸市内に拉致し穴を掘って生き埋めにした事件。被害者男性の所有していた土地は一度三上の名義になり売却されていることの登記の裏付けは取れたが、遺体が見つからなかったことから捜査が止まり、この事件も立件できなかった。日立市ウォッカ事件、三上は肝硬変と糖尿病の持病を持っていたカーテン店経営者を軟禁。持病を知っていた三上が軟禁を1ヶ月以上行い、アルコール度の高いウォッカを飲ませ続け病死に見せかけ殺害。その遺体を山中の林道に運び事故に見せかけた。この事故により被害者遺族が多額の保険金を手にしていたことから茨城県警の捜査が本格化し、3つの事件の中で唯一刑事事件化された。三上は上告殺人事件により無期懲役、後藤は懲役20年を言い渡されたが死刑が優先されるため、後藤は裁判などのため死刑執行が先送りになったと推測される。まあ本人がやったって言っているんで間違いないことなんですが、死体が出てこないっていうことと古い事件ということで立件されなかった。まあこれ一件の事件だったので、この先生と呼ばれる三上は無期懲役、もう一つの事件がめくれていればこれは間違いなく死刑だった。